このお茶の産地ではない東京に茶師十段という、まあ、この全国でも15名しかいない本当に茶師の中でもトップクラスの人たちがというね、これは非常にこう興味を惹かれて、まあ、実際に行きたいなと。この人たちっていうのはどちらかというとそのワインを作ってる人たちに非常に似てて、お茶の葉っぱにしてもそのブドウにしてもテロワールと言われるようなその土壌によって良し悪しが結構分かれていくっていうのが非常に似てて、どういう品種どういう状態のブドウをどうやってブレンドして自分の製品を作っていこうかと、でその作り方も含めてやっていくのが醸造家、それとも本当に一緒だと思う、その世界のトップクラス。日本には数多な産地があります。また品種も多岐にわたります。たやすく血管をあげつらうだけが鑑定ではないと考えていますし、ネガティブの要素をどのようにしたら隠れるのか、あるいはキラリと光る個性をどのようにしたらさらに輝かせることができるのか。入れるという動作から飲み終わった後の余韻っていうところまでの一つのストーリーとしてどういう匂いが大切なのかってことをやっぱ見ていく。私に解釈しているのは飲み焼きしないお茶、これでなくてもいいんだけど飲むにつれてこれでなくてはいられなくなったというようなお茶がもしあるとしたら、それが美味しさだとも思いますし、ひいては価値のあるお茶だと思います。お茶を入れるという行為はお茶の葉っぱとお湯、それを器を使って供すということなので、シンプルであればあるほどごまかしが効かないものです。そのひとしずく、よくお茶を入れるときに最後の一滴までという言い方をしますが、そういう思いでお茶を入れている。